雲流は海上自衛隊の潜水艦、操竜型潜水艦の2番艦。艦名は雲に乗り天に昇る竜を意味する雲流に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍雲流型航空母艦、雲流に続き2代目にあたる。雲流は中期防衛力整備計画に基づく平成17年度計画2900トン型潜水艦8117号艦として、 計画された。2006年3月31日に、川崎造船神戸工場で寄港され、2008年10月15日に、同工場で挙行された命名、浸水式において、防衛大臣、浜田誠一により、運流と命名され、浸水、2010年3月25日に、神戸工場西浜岸壁で、引渡し式と自衛官記事予式が行われ、 川崎造船から防衛省に引き渡され収益し、同日付で第1潜水隊軍第5潜水隊に編入され、クレに配備された。2013年9月24日、米国派遣訓練のため、ハワイ方面に向けてクレを出港した。12月24日にクレに寄港した。2016年5月10日から5月15日、四国沖にて、 オーストラリア海軍潜水艦、ランキンと対潜水艦訓練などの共同訓練を実施した。同年10月14日から2017年1月14日までの間、米国派遣訓練に参加。2020年8月27日から11月28日までの間、米国派遣訓練に参加し、ハワイ諸島方面において、洋上訓練及び施設利用訓練を実施する。 現在も第一潜水隊軍第五潜水隊に所属し、提携校は5である。平成28年度第2回米国派遣訓練について令和2年度第1回米国派遣訓練についてありがとうございます。